田スターレーンでのファイナルマッチ第6試合、デビル正美、八木博美、キューティー鈴木、尾崎真由美、この2チームが激突します。まあ、ここはなんといっても、と早くも試合が始まりました。高中とリフトアップ、地元の赤田っ子の目の前でデビルが大サービス。相手チーム2人をクラッシュさせました。さあデビル正美、早くも場外か、なんだここは、場外です。ここでまたリフトアップの大サービス。ちょっと待ってください、ホームロックエロイだ。放送席の隣にこのお客さんを煽ります。花根さん、ここまででボルテージがアップしています。高田っ子をさらに煽っていきます、デビル正美。さあデビルの強敵はどちらだ。尾崎が八木とやっていましたが、尾崎に強敵が切り替わりました。さあデビルが尾崎を持っていった。鉄柵に腰がしこたま打ち据えられました。尾崎、八木がやられていましたが、その八木を引っ張り込むようにしてデビルが帰ってまいりました。まあ、福岡県の北九州市の出身、この博多そのものではないんですけど、まあ、地元と言ってもいいと思います。デビル正美、当然お客さんのボルテージも上がります。さあ八木博美はここでようやく登場してまいりました。鮮やかな色、そのコスチュームをつけています。この八木もですね、あの試合前にちょっと僕も教えたんですけど、教えてましたね、研究熱心ですよ彼女は、はいはい、あのもっともっと上達しますね、自分の体の小さいのに知ってますから、それをなんで克服するかってこともですね、はい、自分で研究してますね、なかなか偉いですよ。でも逆に言ったら偉いっていう前にですね、はい、プロとしてのやっぱり一人者ですね、エルボーが八木の顔面へ。尾崎真由美、もう一発、今度もナックルか。八木博美は、まあ、相手がタッグチャンピオンなので、しっかりと気を引き締めていかなければと言っています。まあ、私が一番若いんだけれども、自分が足を引っ張らないように先に先にこう八木は動いていきたいと言っていましたが、ね、今のあのボディスラムですね、もう尾崎に軽々上げられてしまうでしょう。そうですね、まあ、そこら辺とかやっぱり不利っていうのがありますよね、うん、この中ではどうしても一番の軽量になってしまいます。バックドロップ、キューティーのバックドロップ。キューティー鈴木ももうすぐ、まあ私も10年なので、まあ今回は相手が地元のデビルさんということもあるけれども、デビルさんだけにいい格好はさせないと言っていました。ただ単の普通の試合にはしませんよと言ってリングに向かっていったキューティー鈴木。まあそのキューティーさえもデビルさんのペースの作り方うまいので、そうですね、十分警戒すると言ってます。試合の運びはやっぱりですね、あの女子プロの中でもですね、1位に争うでしょうね。そうですよね、はい、キャリアではもうすでにナンバーワンになっています、このデビル正美。飽くなきこのプロレスへの追求はとどまるところを知りません。カットに入ったデビル正美。さあ八木、デビルもこの今日は八木がどこまでやってくれるかだと思うと言っていましたが、まあ、デビルがこれは言っていたんですが、自分の他はこの3人ともリーグ戦に出場する選手なの で、 そうです、ね、私を交えて戦いながら、その皆さんにとってはリーグ戦の行方がある程度占えると思いますよと、こういうふうに何かこう見方をねサジェッションしてくれたんですけども。さあそのキューティー、まずはキューティー対このデビル、注目してみましょう。動かない天神さん、デビル正美、振り回すのか、このまま振り回すのか、荒れ狂う限界などの波のようにグワングワンとキューティーを放り上げた。さあ鎌く波という感じで小舟のように揺れてしまいました。キューティー、さらには尾崎、コッパミジン、この2つの攻撃でお客さんもお喜びです。さあまたリフトアップか、この低い天井に届きそうだ、博多スターレーン、ドン。お腹ストライク1番、まあ元はここはボーリング場でありましたが、ストライクという感じでお腹、胃袋が砕け散った。
尾崎真由美ローリングして自分で入っていった。ご覧のところ、あの尾崎もですね、そうはいかないっていう気持ちあるんでしょうね。やりましょうね、はい、バックフリップ強烈。この辺のバックフリップもそんじょそこらのバックフリップではありません。なんかこう十分体重が乗ってると言いますか。そうですね、一つ一つが重たいですね、技がね。あ、これは豪快です。鮮やかに、豪快というよりも鮮やかに華やかに舞いました。八木ひろみ、さあ球体を振り飛ばして一本背負いだ。こういうキレが、ね、必要なんです。八木には切れてます、切れてます。もう一丁いった。そして嬉しい逆十字、気合い一番、八木ひろみも見せます。そして噛みつきも見せます。クラッチします、両手をがっちりとロックしました。キューティー、デビルさんの地元だけども、デビルさんだけはもう私も目立ちたい、そんな気持ちがありありの八木ひろみです。この野郎と言いながら、八木がどーっと逆にもらってしまった。フェイスクラッシュ、ちょうどおでこから鼻柱、そんなところが打ち据えられました。トペコンヒーロー、ぐるりと一回転トペコンを見せました。尾崎真由美が、さあサンダーファイヤー、いや投げっぱなし、投げ捨て、お餅をべちゃっと投げつけるような、そんな感じの、まあ、サンダーファイヤーパワーボムなんでしょうが、尾崎特有の何かこういい意味で、いい意味でのいい加減さ、そんな技を見せてくれましたが、さあ腕を決めに行きます。デビルはここは生還。さあヤギどこまでやるか。尾崎は容赦なくヤギの右腕を締め上げていきます。この辺りの山本さん、締め方というのはどうでしょう。いいですよ、うまくね、自分の腰でバランスを取ってるわけですね。尾崎の場合ですね、基本もできてるわけですよ、はい、そしてラフがうまいでしょう、まあ、そこらんとそれはもちろん度胸も良さがあるんですね。だからやっぱり自分の体の小さいのですね、もう十分知ってますから、今日もですね、対この八木デビル戦に関して聞いたら、僕が私が聞いている中で 3,4 回自分たちは体が小さいと言ってましたね。あ、まあ、そうですか。キューティーと込みで言ってたんですけども、十分それを認識している上で、だけどもその2人で息を合わせると、そうです、ね、で勝利をもらうと言ってました。まあ確かにそうですね、これは大きくなりたいと言ってもある程度限界がありますからね。もう尾崎も9点もですね、はい、大きくするとあと横に行けないわけですよ。太る、つまりね、こうガチに、体重増やす意味がないんですよ、でもこの体重増やしたらですね、スピードが落ちるかと、まあ、彼女は練習好きですから、まあ10のうちの1ぐらいは下がるかもしれないけど、はい、でもですね、パワーではね、はい、やっぱりデビルには勝てないわけですよ。そうですね、そうなってやっぱりですね、今のこの体重でスピードを生かしてた方がいいわけですよ、アンブリーカー、ヤギは右手テーピングをしてますし、ちょっとこちらの腕を痛めてるんではないでしょうか。さあキューティーにバトンタッチ、キューティーがエルボー、キューティーももちろん今日はリーグ戦はありませんが、上の方を狙っています。キューティー鈴木、そのキューティーはリーグ戦では関西に敗れましたが、農地には勝ちを収めて1勝1敗。ちなみに八木は1敗しています。相手は富山、それから尾崎は、まあ、番組の中でも先ほど言いましたが3連勝しています。さあようやくデビルが動きます。まあデビルは、私はたとえ本当の地元の北九州でやろうと、小倉でやろうと、この博多スターレーンでやろうと、地元ということは意識しない、勝負は勝負です、試合は試合だと言っています。そうですね、まあ、これのベテランになればですね、そんなこと考えてませんよ、はい、どこでやろうと同じですよ。ただそのこの博多スターレーンの目の超えたお客さんのことは言ってましたけどもね、はい、そうでしょうね、ああもうこれ八木右腕完全に2人に集中攻撃です。体をですね、ここでもうじっとしてるでしょ、はい、じっとしてはいけないんですよ、
ヤギが、ね、動かなきゃいけないもっと動いた方がいいですね。体なんとか動けばですね、はい、体でそこにチャンスが出てくるわけですよ、そのチャンスを自分で作んなきゃいけないわけですね。おっと尾崎反抗ポンと押すようにスタンピング、さあ出ていった、ようやくカットに入りました。もう逃がしたようにデビル・マサミが出ていきました。ようやく腕詰めの刑から逃れた八木博美、うまくタイミング自分のものにしました。八木博美です。さあデビルが出ていきました。ようやく正規に出てまいりました。満を持してパワーボムか、パワーボム、パワーボム一発でお客さんをこれだけ沸かす人もなかなかいません。まあプロにデビューしてから2年目の時、1年間だけこの九州一の繁華街天神をもらったという天神正美を名乗っていたんですが、はい、その子はこのデビル正美になりました。その天神正美をジャンボスープレックス、天神正美をですね、はい、入れた理由というのもこの博多スターアレーンにあるそうですよ。あ、そうですか。ここで試合をやった時にこのエスカレーターの下にたまたま駅舎さん占い師さんが来てたんですって、はい、そこで自分の生命判断してもらったら天神正美もまあいい名前なんだけども、はい、この上には行けないよと言われたらしいんですよ。で当時まあ前場の選手だったんですが、はい、前場のトップの方に言って新しい名前を考えてもらった、それがデビル正美だった。あ、そうですか。ですからまあ言ったらこの博多スターアレーンというのはデビル正美、天神正美、この区切りのターニングポイントであったわけですよね。ということですね、先ほどの富山じゃないですけどサブローもですね、変身するかもしれないね。なるほど、そうですね、はい、今日はサブロー、まあ、富山の改名披露もありました。改名といいますか、もともとの名前を使って本名を使っていたわけですが、リングネームの披露もありました。さあデビル、怖い顔をちらりと覗かせました。さあコーナーに振った、キューティーは自爆です。何かのれんに腕押し、ぬかに釘、誰もいないところにダイビング、そんなキューティーの自爆の姿。おっと担ぎ上げた、おお、うまく回転して持ってきました。固め技ですがこれはちょっと物足りない。デビルはそれを軽く軽抜けました。ヘッドバット、こうヤギを引っ張り上げようというデビルのそういった気持ちが伝わってきます。ヤギに任せましたデビル。さあそのヤギ、うまくこれをつないでいくことができるか。右足がヒットしたドロップキック、両足をぶつけるタイプと片足だけぶつけるタイプとまあいるようですけれども、はい、まあ、やっぱり、ね、両足の方がそれは効果あります。なるほど、はい、この尾崎なんかまあ片足で打っていくまあ代表的な例だと思いますが、キレは何かこう感じさせますけどもね。 ありますけどね、やはり威力としたらやっぱり、日本足ですね。あ、そうなんですか、はい、まあ、全体重が乗るわけですからね、はい、どうさ、飛びつきの固め技です。あの辺うまくこう自分の身軽さを利用して飛びつきの、まあ、今エビ固めのような形になりましたけれども、膝十字ですとか腕しぎですとか、そういった軽技的な変形のものを持っていきます。飛びつきの技をかなり持っていますヤギです。あのヤギの良さですね、それが常に研究しているというのはありますよね、はい、いろいろなバリエーション入り方を持っています。あっと円髄にエルボーをもらってしまいました。さあスモールパッケージホールド、これでは決まりません。デビルはおっとタイミングが合わず、トペコン、振り向き様のトペコンを見せましたが、さすがのデビルも何かこう回転と体重、全体重に押されて倒れました。パワーオート、ぐーっとスイングさせようというデビル特有の持ち上げ方だったんですが、うまく逃れた尾崎、しかしまた捕まった。いや裏からなのか、裏からなのを見せました。カウントは2、まあ、ルチャの技の一つですが、尾崎この辺ではデビルを仕留めることはできません。さあテキーラサンライズ、一瞬今度はジャーマン、ジャーマンスープレックスホールド、崩れています。ちょっと形が崩れた尾崎、しかしキューティーが満を持して回っていました。ダブルフットスタンプ、ちょうどハートのあたりだ、デビルのハートだ。さあ今度は
かける2。キューティーと尾崎の合わせて4本の足が振ってまいりました。さあドラゴンスープレックス。高柳さんね、はい、尾崎にしても9点しますね、小さい体ですね、フルに使ったらですね、僕は大体不敵なわけですよ、はいはい、やっぱり自分たちの体に合ったらですね、技を使うのは本来の姿ですよ、ところがですね、デビリーにですね、ジャンマーにかけたりなんかしてこれは正直言って無理なわけですよ、それをあえてやるんですよね、そこら辺のやっぱり褒めてやらなきゃいけないなっていう部分がありますね、あーとスイングしたライガーボムダウト、これでは決まらない、これでは許しません、すごいこうスイングさせたためを作ったライガーボムだったんですが、うまくカットに入りました。さあ今度は八木だ。八木がキューティーを捉えて、さあどうするどうするどうする、お互い手を引っ張りっこ、そしてジャーマン、八木が今度はジャーマン、キューティーから取るか、キューティーから、キューティーから勝利を絶好のチャンス、取るチャンスだったんですが、さあ八木がお客さんに向かったアピールだ、しかしそこには尾崎が待っていた、尾崎が首根っこを捕まえて起点が早いですね、うん、なるほど、おーっと斜め式の回転エビが飛んだ、そして膝十字だ、膝十字に入りました、膝十字がため抜群のタイミングで尾崎がカットに入っていったんですが、今度はパワーでカットに入っていったデビル、かかりました。網にかかったコバトとのような感じでキューティーが墜落していきました。そしてリフトアップして、これをヤギを持っていきます、ヤギをと上げ捨てました、しかしこれは空爆、自爆です、当たりませんでした、大崎が後ろから入っていったがこれを捕まえた、後ろに投げ捨てたよ、キューティーの円錐にだ、キューティーが戻りが早かった、予想に反してキューティーが早く戻ってまいりました、自分のペアのヤギを捕まえてそれを弾丸に見立ててボーリングのように、ボーリングは投げ捨てません、転がすわけですが投げ捨てていきました、飛び込みの青崎、スクランブルしてまいりました、尾崎と今はキューティーが倒れて、これも尾崎が加わって尾崎がキューティーを呼んでいます、キューティーお前も来いという感じでしょうか、ヤギを引っ張り上げた、どうやら餌食はヤギのようです、キューティーがとどめに行きますか、ボディースラムでヤギを乗しておいて、さあダイビングヘッドバットか、ダブルで行くぞ、届か、届かない、届かない、さあダイビングギロチン、デビルのダイビングギロチン、かろうじて尾崎がカット、入り乱れてきました、高橋さんね、はい、キューティーにしても尾崎にしてもね、届かない、自分で分かってるわけですよ、はい、それをあえてやるわけですね、やりましたよ、完工しました、さあこの投げ方はどうだ、キューティーがギブアップするのか、ラリアットをかわした、ダッキングしてストンピングに行きました、カットに入る尾崎、怖い怖い睨みです、なんとか助けを求めに行きました、さあデビルはこれで正規に首をカットするジェスチャーを見せました、パワーボム3連発か、ぐるりとひっくり返して、さあ仲間内で言われているどんぶりだ、パワーボム3連発、これがとどめだ、どういう、尾崎がカット、尾崎がカット、しかもヤギも続いた、尾崎、おー、さあこれどうする、赤コーナーに据え置きにされてしまいました、尾崎は墜落、そして狙いはデビルの狙いはキューティーだ、ダーニャット飛んだ、一方は場外でやっています、デビルがさあ何をするんだ、尾崎がカットに入る、チケットに入った、尾崎がどうするどうする、キューティーもいった、スープがどんどん